線をこうダメだなって なんか見て、んと思ってあげます。はい、はい、ということでですね、はい、PSO 放送局の安西は甘神だよ、本当にね、最近口が回らなくて大変なんだもん。早く調理の方がいいほんとね、あの思わなかったでしょ、思わなかったで俺、あんなに言えないんだと思った神さんだよね、甘神、甘神社甘神社ハムっつってね、ハムハムっつってね、なったわけですはい、そしてこれはあるんですね、はい、あの PS 放送局のね、パックンが今ゲストに来てもらいましたけども、うん、はい、次回ですね、ね、ふつおたの方の募集もまだしております、うん、はい、というかみんな送ってくれ、はい、そうですね、どしどし送ってくれ本当みんなのメールで投稿したい、そう、それもある、本当にね、あのね、頑張ってはいないよ、頑張ってはいない頑張ってはいないけども、構成をね、練る間にね、どんなメールが来るかなってワクワクをしながら構成を練るわけですよ、僕たちの中でご褒美みたいな、ほんとね、あのね、今日ないしょうがない、それはね、ニコラの方のコメントもね、拾えるものは拾って喋ったりもしますんで、はい、そうですね、うん、でそちらの方もよろしくお願いします、まあ、はい、まだ2回目で実験的にいろいろね、このままやってるので、はい、なんかみんなもそんなに深く考えずポッて、うん、ね、メッセージ、メールなどをくれたらすごく嬉しいですね、そうですね、はい、それからですね、僕らの宣伝にはなってしまうんですけど、はい、何か宣伝することあります？僕らの宣伝としては、とりあえずですね、今のところで言うと、まあ、お店紹介の方から上がるのと、うん、あと来月もなんかあったりとか、もしかしたらイベントごとの参加できたら、そっちの方の動画も上がるかもしれませんね。そうですね、はい、そっちの方のイベントはできれば参加していきたいなと、そうですね、ね、思います。はい、あと、重大発表、我々にとっては、多分できるかもしれないんでね。多分ですけど、来月のラジオではもう発表できるんじゃないかなと思いたいんです。まあ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 、そうですか、もしくは本当に次回発表ができなかったら、その次のラジオがすごいことになりますこんなに引っ張るみたいなね、本当に、ね、まあ、それはそれ知らないんで、僕らのどうしようもないところなんで、はい、まあまあ、でもそれも楽しみにしていただけたら嬉しいな。そうですね、はい、僕らの方もですね、まあ、動画が上がりましたら、はい、LINE、Facebook、Twitter 等々で、はい、発表していきたいと思っておりますので、はい、今後も要チェックで、そうですね、ね、はい、見ていきたいと思います。はい、僕は招待したけど、バッコールバッコないんで、インスタグラムはないですけどブーちゃんのインスタグラムはないですけど、インスタグラムのことがあったりとか、インスタね、いや、全然ねやりたくないこと無理やりやると思います、はい、ブーちゃんの写真集をインスタグラムでやってるから、はい、まあ、そんなことでそのぐらいですか、そうですか、ね、うん、まあ、とりあえず僕らの投稿をね、はい、Facebook とか Twitter とかで見ていただければ、チケチケあげるね、そうですね、毎回毎回あげてるんで見ていただければ、うん、そっからね、はい、本編見ていただければ私だと思います、はい、で、なんと次回はもうこのね、来月も同じ日にちすごいですよね、そう、えっと思ってこれ間違ってんじゃないと思ったけど見たら間違ってないんですよ、そう、まあこのウルーツ君ね、あれですけど、はい、まあ、来月は3月25日夜10時からね、スタートです、まあ同じくね、最初日曜日なんで皆さんお忘れなく見てくださいね、そうですね、はい、それから3月のトークテーマですけども、はい、卒業、あーもうね、そういう時期ですよね、時期です、本当に、うん、もう3月25日はもう何だったら卒業式終わってんじゃねえかっていう、うん、もうね、すすきのみもやっぱりね、結構この時期卒業する人が多くて、うん、そうですね、まあ人不足、何に卒業っていうのは決めてないので、まあ、そういう方がね、幅広く、そうですね、健康に気を使ってればタバコからの卒業とかも、あ、僕は、まあ、僕は、彼女ができて彼女が辞めてくれっていうまでは辞めません、はい、誰か早く付き合ってということで、はい、はい、アドレスをもう一度紹介していきましょう、はい、アドレスはドルナマラジオあと yahoo.co.jp、 ドルナマラジオのアドレスはドルナマラジオあと yahoo.co.jp、 ドルナマラジオのスペルは DORUNAMARADIO、
DORUNANARADIOA がちょっと多めですけどもね、はい、あの皆さんね、どしどしメールをいただければと思います。そして、はい、後日、はい、この今のラジオの方は YouTube でまた上がりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ね、メールとブーちゃんの彼女を募集しますよろしくお願いします。はい、そして、YouTube ね、おまけ放送とか、はい、今ね、放送チャンネルがありまして、で、なんと本日のゲストのパックンが出てくれます。イエーイ、出てくれます、はい、ということでですね、だいたい23時30分ぐらいまでまだまだパックくんへのお便り募集しております。はい、ということで生放送はまた来月25日日曜日10時からね、お待ちしております。22時ね。はい、ではドロドロ TV で、あープドロドロ TV のすすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんでした。はい、それではしたっけねー。